では始まりまりした。共通テスト対策講座です、ねはい。第1項になりますね。えー、英語リーディングの方の第1項目になりますね、えー。今回からやっていきます。実際に問題を解いていくわけですが、共通テスト思考問題っていうのがです、ね、発表されましたので、そちらを使ってやっていきます。概要欄にです、ね、リンク貼ってありますので、そちらで問題を解いてからやってもらおうと思いますね。 いいうのを扱っていきます、えー、共通テストどういう順番で解いたらいいかわかんないっていう人がね、えー、結構いると思うんですがまあ、思考テストだったりとかまあ、各ね予備校が出してる模試とかやってですね一体自分はどの順番でやったら一番制限時間内に点が取れるのかっていうのを試してみてください。まあ、問題集とかね,ねいろいろ出てると思いますのでその80分の間であなたがどの順番で解いたら一番点数が取れるのかっていうのを知っといてください。これセンター試験の頃もあったんですけど 全然、ね、気にしないで受けてってる人がすごく多かったんですけどそうちゃんとこれを知って受けに行ってくださいもちろん超難関大学とかって行くんだったら最初からやってって全部解いちゃえばそれで構いませんでも自分は全部終わらないって言うんだったらそれを考えながらやることをおすすめしますよ、ね、なるべく終わるようにね読解力とかつけてったりとかそして解き方ですね、まあ、前回の動画で言ったスキミングとかスキャニングですねその方法特にまあスキャニングが大事になるんですけどもその方法っていうのを身につけながら早くしていくっていう方法もありますんで、まあ、その辺のこともね 話していくんですがこれらをね総合的に英語力もちゃんとつける精読力もつけるそして速読の方法答えを出す方法というのを知って時間内に最大得点をですね取れるようにやっていきましょうです、ね、だから配点ととかちゃんと気にしてくださいね、はいねはそれでは行きたいと思いますね外国語リーディングになりますね。 はい、100 80点でで分の試験になります、はい、では行きますす、ね、はき、い、ね第1問ですね。点点が10点というふうに書いてありますが A と B 両方合わせて10点になります。A の方は2問ですね。でそれぞれ2点で B の方は3問あってそれぞれ2点という形になります。つまり1問に対して2点になりますね。 さあ、では見ていくんですが、まあ最初にね質問あるんでえ、きちんと見ておきましょう。You're member of the English club ですね。はい、English club のメンバーであるとあなたはですね。You're going to have a farewell party for one of the members。ヤスミン from Malaysia というふうに言ってますね。はい、farewell p ですからお別れ会ですね。さようならっていうのを開くよ。One of the members ね、メンバーのうちの一人、ヤスミン from Malaysia ですね。はい、マレーシアの。You have received a note from Amelia。はい、アメリアからこのノートが来たとね、まあこのメモ書きみたいな。Assistant language teacher、ね。 LT, アシスタントラングイッチチーチャーから、and the club advisor, ね、そしてクラブアドバイザーでもある人なんですね。はい、その人から届きましたよってやつです。まあそこまで状況さえ分かればいいです。ここを一生懸命読む必要はありません。だから今までのね、のやつだったら、あクラブには座を入れなきゃいけないとかですね。そうですよ、A、作文と気をつけてくださいね。で、フェアウェイパーティーですね、お別れ会ですね。きちんとこういう表現しておいてくださいね。フェアウェイパーティー。 でフェアっってていいいうのが旅とかやっていくみたいですねだからうまくやっていきますみたいなんですけどでうまく旅するとかうまくやっていくだからお別れですねで似てる単語、ね、知らないですかそうそうウェ l フェアね。ねこれもうまくやっていくってことからだから福祉っていう意味になりますね。ねフェアだけでは今だとそうそうそう運賃って意味になるじゃないですかそう、ね、こうやって移動する、ね、旅行するから来てるわけなんですよ。 で、a、One of the Members っていうのが、はい a、One of the 複数名詞、受験大好きですね。One of the 複数名詞、The を忘れたり、S を忘れたりするから、生語問題にもよく出てくるし、a、作文でもめちゃくちゃ間違いが多いですね。ここをちゃんと押さえなきゃいけない。で、まあ、同格ってやつで、そのメンバーっていうのがヤズミン i n from、Malaysia、ですね。マレ l a ア大丈夫ですね。マレ l ジャ s i a という意ですね。マレ l ジ y っていうふうに発音します。マレーシアとは読まないですね。じゃあ、ほら、a ジアねとかさ。 インドアジアっていうのは日が昇るところですねそれに対してヨーロッパっていうのは日が沈むところっていう意味ですね、はい、で「You have received、ね」受けましたよで分かった説明がありますね「ファミリア」っていうのはこういう人ですっていう説明がついています。はいっていうふうにねこれが精読って言われるやつだし普通の授業ですよね文法ではいこれ大事ですよとかっていうのは一応これ大学入試対策ですからそういうのもやっていきますが本番ではそんなことやってちゃダメですからね。さーっと読んであこういうい 状況なんだふーんって思ってください。で問題の方に行きますね。そうです。説問をちゃんとチェックするっていうのが大事になります。いいです、ね、The、Teacher wants you to ask Yasmin ですから、はい、Teacher があなたにこれしてほしいって言ってますね Want to do ですで。O と C にはどういう関係がっちゃつんですかそう、手術の関係が成り立ちますよね。だから、あなたが Yasmin にこれを尋ねます。 で、その尋ねる内容っていうのはこれですね。What she would like to eat at the party?When she can attend the party?Where she would like to have the party?Who she would like to invite the party? ですね。まずは疑問詞が全然違うから、それぞれね。何食いたいですね、パーティーで。そして、いつねパーティーに出れるのか。そして、パーティーをどこで開きたいのか。そして、誰を y a s m が招待したいか。インバイト人という、インバイトの目的はこっちに来てますね。 ってこういういうにですね選択肢を覚える時に情報を切り落としてもちゃんと覚えられるようにしてくださいこれパーティーは全部共通してますし she would, she can ですすねねこれね似てますよ、ねえー、だからその辺の情報は切り落としてます私は。何食ういつどこで誰呼びたいっていう風にこれだけ頭に入れときます。これできないよっていうんだったら説問だけでも覚えておいてください。ねえヤズミンにこれ聞いといてよっていうのだけ頭に浮かべてください。 で、2個目。The teacher would also like to invite. ですね。はい。teacher は invite したい。だそうですね。誰か invite したい人たちがいるっていうふうに言ってますね。で、はい、見ます。A f e w students who don't belong to the English club. ですね。English club に belong してないですね。はい。その人たち。All the members of the English club and the tennis team と書いてますね。English club とテニスチーム team の全員。Some of Yasmin's other English teachers ですね。Yasmin の他の先生ですね。まあ ヤダいい・イングリッシュ・ティーチューズ。で、スティーデンス・フ t ー・ワン・トゥ・スタリア・ブラー・イン・マレージアですね。マレージアで留学したい人っていうふうに、はい、頭の中に入れますね。もちろんこれを全部入れられないのであれば、先生がインバイトしたい人は誰だっていうのだけ頭に入れといてください。これ訓練だと思ってください。いいで,すね、で、頭の中に入れるときに、このまあ字で覚えようとみんな頑張るわけなんですけど、おすすめするのは映像ですね。記憶に残すときは映像を使うといいですね。イングリッシュクラブに belong してないのを頭にファンファンファンって入れますね。 テイングリッシュクラブとテニスティームの人たちを全部ファンファンファンと入れるとか、で、他の先生たちファンファンファンですね。マレーシアで留学したい人とかっていうのをファンファンファン。あ、これ、スタディアブラーダインドコドコって非常によく使う表現ですね。これ、確か基礎英文法講座でも言いましたけど、ね、よく使います。I studied abroad in the United States とかってよく使うんですね。で、スタディアブラですね。発音ね、よくとあれですね。Bra. さあでこれれで入れます,いいです、ね、記憶に残せない人はなるべく2つ入れてくださいね。はい、でやすみにこれやってよとインバイトした人先生がっていうのを頭に入れてで本文に行きます。 では行きますね。Dear members of English c l u b d ですね。はい、English c r o w の人たち。It's about time we decide when to have English c l u b Fairway Party for Yasmin. ですね。はい、Yasmin の Fairway Party をいつやるか決めるときです。みたいなですね。It's time. まあそうですね。It's about time. そろそろ何々するときだって言って、受験では we decided にするってですね。It's time.SV 家庭法って習うんですけど、別に普通に現体形で使いますね。で、まあとにかくいつ Fairway Party やるか、Yasmin のを決めなきゃって言いますね。She's l i v i n g Japan. ですね。はい、日本を経つですね。Leave 場所ですから、そこからいなくなるんですよ。 d e 12月15日。c e m b e r s s h o meet sometime next week、ね。来週会った方がいいねって言って、答えに関係ある情報は出てきていません。ask Yasmin? はい、出ましたよ。やってくれますかって言ってます。ほら。 やってくれますかって言って、ここでピンとなってくださいね。あ、お願いしてるって思ってください。トイックとかでもそうなんですよ。トイックだともう探しに行くんですよ。ね。can you, could you? とかっていう表現とか、please とかですね。I was wondering if you could? とかっていうのを探しに行くんですけど、同じように、はい。お願いしますね。Which d a y is convenient for her to come to the party?and let me know. ですね。はい。どの日って言ってますね。はい。どの日が。 コンビニエント、はい、便利か彼女が来るのにですね、パーティーに。で、教えてくださいって言ってるので、これでわかりますね。はい、ヤズミンが来るのは、 いつかって言ってるので、はい、これが正解ですということですね、だから which day っていうのですぐにわかりますねそうで言い換えを必ず見抜いてくださいこれが大事ですね、本文中の表現っていうのが別のものに言い換えられているそのことによってあなたが理解しているかどうかを確かめられるんです和訳があったらそれで日本語を直ってるからあなたが理解しているかどうかっていうのをチェックできますねでも四技能試験っていうのは和訳はできないんですよだったらある表現を別の表現に変えてこれであなたが理解しているかを確かめるんですよだから言い換えられます で come to the party が attend になってますね出席するに言い換えられてますよねでで which day か when 言い換えられてますねそういうことなんですで and one day is fixed ねはい時間日が決まったらですねちゃんと固定されたらはい I'll help you ですねはいあなたを手伝ってあげようって言ってます by planning a few nice surprises このサプライズね驚かせることっていうのを準備してって言いますね also is it alright これ ok if I invite other students はい来たなと思ってくださいねこれ二問目来たなと 他の、ほら、other students っていうのもインバイトしていいかって言ってますね。あ、この「it が指すのはこの「if ふ説」になりますね。ちょっとね、こういう難しい文法事項を、ね、やるのなんですけど、もし私がこうするったら、それ OK って言ってますね。そうです。「い t とざっと」とか「it と o 以外にも「it と」っていろんなものを指せるんですよ。They n o w r some students from the tennis team who want to take part because they really had a good time playing tennis with her over the past six months というふうに書いてありますね。だここでしょう。うこれが 完全にに答えの根拠になるよねこの人たち知ってるよ、ね、テニスチームのスティーデンって参加したい「who want to take part」「take part、ね」「参加する」あ「あ大丈夫です、ね」「take part part i c i p a t e に言い換えられますよね。 で、これ要素の分離ってやつですね。この students にかかってますよこのフーっていうのはね。英語は長いものをなるべく後ろに置きたい言語で尻尾長々さんですから、離れていてもちゃんと見れるようにしてくださいね。because they really had a good time playing tennis ですから、はい、こうだからだよって言って、はい、なんでって言ったら、そのステ d ーデン s たちっていうのは、had a good time playing tennis ね、with her over the past six months ね。ここ、over the パストとかやりましたね。for the past とか for the last とかってですね。ここ何ヶ月、ここ何週間とかですね。ここ6ヶ月間楽しんだ人たちがいてって言って、ここもまあ受験では大事なんですけど、have a good time ing ですね。<し> have a, まあここに hard time 大変だったとかっていうのも出てくるんですけど、ing を取れる。名詞の後ろに同名詞が出てくるっていうので、非常に普通じゃないからよく問われるわけですね。have difficulty ing とか、え知ってます ね、have trouble ing ですねそれで苦労するとかってやつですねもともと in っていう電子があったんですけどそれが取れちゃってるのでだから名詞の後ろに同名詞が来るっていうので、えー、問われることがありますで、だから他のスティーデントを呼びたいとね、テニスチームのスティーデントを呼びたいよっていう風に言ってます さあどれででですすすかっって言って言るわけですねそうですテニスチームの人たちですからそれを「イングリッシュクラブ」に属してない人というふうに言い換えた1番が正解になるわけなんですね。この言い換えちゃんと見抜けましたちゃんと「other students」って言ってたんで「s サ m って書いてあるから「えっ s m とアフィオ同じなの?」とかって思っちゃったかもしれないんですけどそ,れそういう言い換えになってます。テニスチームの全員じゃないですねだから違うし。全然出てないですね、はい 全然出てないですねそうだから消去法でもこれは選ぶことができたと思いますね。正答率を見てみるとですねこっちがね88.5%まあこれはね結構簡単に解けた人が多かったんですけど下の方はこれ結構56%でかなり低いんだよね。 えー、多分まあいろんな理由があると思うんで、まあ、初めて初見ですからこういった問題をね分かんない何これっていうのとやっぱこれのね言い換えっていうのが なかなか難しかったんだと思うんですねこの other students って書いてあってでこの some to a few とかえ、それ言い換えていいのってです、ね、そうバッチリ書いてないじゃないですかイングリッシュクラブ以外の生徒なんてどこにも書いてないんですよで、ね、最初に他の人 other students も呼びたいよって書いてあって other students がイングリッシュクラブに属してない人だって分かんなきゃいけないわけですよねそうだからちょっと深い読みが必要だったんでだから間違えた人が多かったんだろうっていうのがありますねあとはやっぱりテニスティームとかって書いちゃってるからで、ね、ここに引っかか,かって あ、ここにテニスティームって書いてる。だからテニスのやつだっていう風に選んだ人が多かったんだろう。っていう風に思われますね。だからこのね。言い換えっていうののね、えー、見抜き方っていうのがとっても大事になるわけですよ。で、もちろんね。受験に重要な情報もこういう風うにやっていきますが、それだけじゃなくてねやっぱこう共通テスト型。まあ、私自身も英検を教えてきてるしね。gtec 講座やったりとか、そしてトイックは長い間やってますから。もう toeic センサーみたいなのがあるんですよ。私にはあこれキャンニュー来たとかね。 これも絶対答えに関係あるでしょううとかっていう風になるわけですねそういういいセンサーを見にしてくださいでそのセンサーを発動させるんですけどなかなか難しいとそんなスキャンニングスキミングなんかやってなかったから分かんないよ知ってますそういう時はですね速度を変えてください読む速度答えを見つけに行くっつったってそんなまっすぐ読んでいくしかないよ私にはって言うんだったら読む時のスピードを変えてくださいまずサカ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 ッと読んでってあここ関係あるだろうっていうところになったらそこでスピードをゆっくりにして精読してください。 そういうことです。だ緩急をつけて読むことができれば、まあ、ある意味スキミングしてスキャニングしてみたいな感じなんですけどそう緩急をつけることができれば わわざわざよっしゃスキミングやるぞスキャニングやるぞってやらなくても解けることはありますので換気をつけて答えに関係あるところがあったらゆっくり精読それ以外は早くなるべく早くね読むねで,でもそれができるためには精読ができなきゃいけないですからだから精読は軽んじないでくださいね。ということですね、えー、こういった形でちゃんと解き方も教えますしこういった形で答えを見つけに行くんだっていうのも教えますしプラスで受験に大事な知識っていうのも教えていきますからぜひです、ね、きちんと復習してやってください。はいこの動画良かったら高評価チャンネル登録 よろしくお願いします。